勝田義明先生に解説をしていただきます先生どうぞよろしくお願いいたします,、はい、す VTR ご覧いただきましたけれども新型コロナウイルス小さい子どもさんにも感染が今増えているというお話でしたで勝田先生によりますと小児科の状況は感染対策緩和がきっかけでこれからは全世代の問題になるのではと指摘をされていますでコロナ禍の感染症はハイブリッド これ、まあ、ハイブリッドでよくいい時に使いますけど今回はちょっと病気でハイブリッドということでマイナスですねコロナプラスアルファ同時に流行することが先生考えられるとといううことなんです、ね、そうですすねそ実はあの今、小児科の外来で起こっているということ先ほど VTR の先生は RS ウイルスということば使われましたけど全くその通り他にもまだ感染性の胃腸炎ですね、はい、ノロとかロタとかいろんなものがあります、ね。うん、そういいったもののがこれまでの感染対策いわゆる あらゆるウウイルスをシャットアウトアしとい,いうところからまあいろんな文句が開いてドッと入ってくるわけですね、うん、そういうところでつまりコロナプラスアルファまさにハイブリッド。 A も B も C も一緒に流行るという状況がこれから考えられるわけですねそうですねここに書いてますけれども、うん、新型コロナ発生から3度目の夏ということになりますこれまでは新型コロナの流行中は他の感染症はほとんど流行しなかったということでしたよね、はい、インフルエンザも本当に見事、ま、インフルエンザが一番のもの象徴的なところで2020年、えーえー、21年ともほとんどゼロに近い状況で推移していたというところです。 ですね。しかし今後はプラスアルファの感染症にも注意が必要ということです先ほどありましたインフルエンザもそうですこれはもう南半球で既に流行しているとあとは RS ウイルス国内で流行の兆しが見られるということですロタウイルス、ノロウイルスなど先生様々な ものがあります、ねはい、つまりこれまでは結局あのコロナの感染症の数字がここに出てきて、はい、それを見ながらああだこうだあマスクだあということを話をすればよかったんだけれども、はい、これからはちょっと発想を変えないといけないいいととけ思うんですよね、うん、発想を変えてコロナそれから ABC それぞれが一体どんな状況かを見てそしてやっぱりマスクはどうとかいうことも考えないといけないし外出がどうということも考えなくちゃいけない。 感染対策はははこれらは変わってくるんですか、はいあの呼吸器感染については例えばインフル LRS その他の風邪ウイルス、うん、同じですで他の消化器系のウイルスですね、うん、こちらの方は今度は動物であるとかそういう分泌の接触ということもあるんだけれども、うん、ただ違う部分はあっても共通した部分手洗い ここは共通です、はい、それはもうしっかり基本はやろうということですね発熱や咳の症状では判別できないというのもちょっと難しいところですねそうですねまさに今小児科の現場を苦しめているのがそうなんですよねそしてこれからは小児科だけではないあらゆる医療現場がこれにまって戸惑っていくということが起こりますハイブリッド流行特に子どもに注意してほしいのが脱水重症化と言われるものです この脱水症状を見た目で判断じゃできるのかというところなんですけれども全身がまあ脱力するということあとは、とき。 まあ今いつなのかということですね人あなたは誰なの場所どこなのここはの認識が低下する、えー、検討式障害なら即救急車先生こういったことを気をつけなければならないそうですね脱水で起こることは非常に多彩でいろんなことが起こりますでここに挙げてるのが一番やばいことだけを挙げてるわけなんですよね、うんはい、でまずはお母さんはお父さんはあるいはおじいちゃんおばあちゃんかもしれないけれどもそのお子さんが普段と違う反応してないかそういうよく見てください、うん 普普段段のののこの子を知っていいるのが一番近い人ですよねあ普段と違うそこでまず注意をするそしてここに乗っているのは一番やばいことつまり例えば今昼か夜か分かんないとかね<ー>例えば今おばあちゃんお友達来てるんだけども何、うん、か違う人のように勘違いするとかね、はい、そうなったらもうそれは明らかに脳機能まで落ちてる可能性が高い。うん ね、もう即救急車すなわちもうこれをね「はいお水飲みなさい」なんて言ってる余裕はもはやありません、うん、点滴をでどんどん入れないといけない,い状況ですね、うんはい、だからえ点滴はもちろん家ではできるはないわけだから救急車っていうことですねな,なのでじゃあ、はい、子どもさんの様子をよく見てしっかりコミュニケーションを取れるかどうかっていうのを一つの判断基準にするということですねはい、はい、そうですね、はい、でコミュニケーションを取れない乳児などは反応をよく見るいはいやっぱり、ね、同じようなことですね。あのえーバラバラ ブーツしても、はい、なんかあの反応してくれなかったらね。<ー>えちょっとそれはあのブーとしているのではなくてそうではなくて、うんうん、もう早くこれやばいって気がついてほしいわけですよ。そのあたりはあの保護者の皆さんはよく見てあげてくださいということです。うん、で、感染時の脱水予防のために普段から好んでいる飲み物を用意、飲めるうちに飲む機会を促進するということです、ね。そうですね、はい。もう飲めなくなっちゃったら、うん、もう救急車点滴のレベルだから、えー、もうそのそ,そうならない前に。うん なんとか好きなものをね,あのねどんどんあげましょう、ね、水分だったらまあ何でも構わない,い、ね、そうですはいあ,のある程度ね、はい、甘くてもね炭酸でもいいわけですさあそしてですね えちょっと今度は前向きなお話です新型コロナ治療に使われている抗ウイルス薬オミクロン株 BA5 に効果があるよというそんな報告がありましたこれらのお薬ですまともとも使われていたものであるんですけどもレムデシビルこれ点滴ですそしてモルヌピラビルこれ飲み薬ですねそしてパキロビットパック飲み薬これらはどうやら BA5 に先生効果がありそうだとそういうお話なんですねはいそういうまあ論文が出てきましたと、うん、いうところで で,す、はいでまあ、確かにこういうお薬はねウイルスが入ってきましただけどどん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 増殖していくっていうのを防いでくれるわけなんですよね。うん、まあそれはあのウイルスが増えるにあたっては酵素というものが必要で、えーまあ、酵素というのは言うてと工場でいうところのベルトコンベアですねこれをねバシッとあの止めちゃうんですよね。うん、だからこのウイルスがどんどん増殖してて、うん、さらに悪いこと起こすっていうことがなる前に戻ってくる 取ってくれるためのお薬だから当然のことだからウイルスが増える前に飲まなくちゃいけないっていうことはあるんですけどもまあただこれがね BA5 に対して効果まあこういうことはね一つ一つやっぱり確かめていかないといけないわけなので、えー、今回も確かめることができてまあそその点は良かったですねということですねもう一つ、えー、こちらのお話もさせてくださいはいワクチンなんですけども、えー、この BA5 対応ワクチン10月にも登場かという話ですニューヨークタイムズ紙によりますとファイザー社とモデルナ社が BA5 に対応した再設計されたこのワクチンの製造をこの夏にも開始することが予想されているということです。えー、そしてまたファイザー社はアメリカの専門家会議で BA5 対応のワクチンが10月後半内し11月上旬に利用開始になる見込みとしている。先生このファイザー・モデルナのワクチンというのはこう再設計ができるというのが特徴なんですね。そうですね。あの結局ね工業製品と一緒なんですよね。あのインフルエンザのやつが農業製品で。 そうすれば結局、えー、設計を変更してそしてどんどんと工場で、はいえー、再生産ができますということでそれはしやすいというのがあの遺伝子ワクチンですね先生によりますと今のワクチンでの3回接種を優先すべきですよともうできるだけ早く打った方がいいよということでした国内の承認や各自治体への手配の後予約が真っ先に取られたとして対応ワクチンの効果が出るのは早くても12月以降となりそうです3回目接種をすれば変異株まで対応する、えー、免疫機 記憶がでできるとというこいい確かに抗体自体は減るけれども、はい、あの B 細胞という違う部門が免疫を記憶があってそれが今度は実際に感染しちゃうかもしれないけれどもそこでパッと。 気がついてくれて、はい、抗体を作ってくれて、うん、そして防いでくれるつまり増殖する前に防いでくれるという話ですねえですからぜひあの三回目の方が優先、えー、と考えてくださいなのでまあタイミングが来たら、はい、早めに打った方がいいですよです、ね、ということでしたので、はい、皆さんはいぜひ参考にしていただきたいと思います